こんにちは、脱力系マクラビチャンネルのやっちゃんです。最近キャンプが人気ですよね。夏休みだしキャンプに行く人とか、あと外でバーベキューをする方なんかもいらっしゃるんじゃないかなと思います。そこで今回はビーガンの方でも安心して食べていただけるバーベキューレシピというのを紹介します。お肉の代わりに使うのは木綿豆腐。ビーガンのお肉っていうと大豆ミートとか車麩を想像する方が多いかと思うんですけど、今回使うのはスーパーで手軽に手に入る木綿豆腐を使います。この木綿豆腐を一晩冷凍庫で凍らせるとまるでお肉みたいになっちゃうんですね。ぜひ騙されたと思って作ってみてほしいです。車麩で作るバーベキューのレシピはこちらの動画でも紹介しています。よかったらこちらも参考にしてみてください。このチャンネルでは健康によく、アレルギーの方も安心して食べていただけるようなビーガン対応のお料理やお菓子を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。 It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah. I feel it in my heart. それではバーベキューソースを作っていきます。お鍋にソースの材料をすべて入れていきます。そしたらよく混ぜて弱火にかけます。沸騰したら10分ほど煮詰めます。10分ほど煮たらこれも持っていけるように瓶などに移しておきましょう。バーベキューソースを煮詰めている間にお豆腐を浸しておくマリネ液を作ります。漬け汁ごとキャンプ場やバーベキュー会場に持っていけるように密閉できる容器に作ってそのまま漬けてしまいましょう。まずオレンジジュース、米酢、玉ねぎのすりおろし、生姜とニンニク、お醤油です。木綿豆腐はパックのまま凍らせてあります。カチンカチンです。でこれを流水をかけながらパックのまま解凍します。はい、溶けたかな。いい感じで解凍されてます。これを絞ります。水分をしっかりと切ったら一口大にちぎって、先ほど作っておいたマリネ液に浸します。これで30分ほど浸しておきます。で途中何度かひっくり返したりしながら30分ほど漬け込みましたら串に刺していきます。お好きなお野菜と。でこれで下準備は完了です。まずね、このままバーベキューソースにつけないで焼いていきます。お、いい感じに焼けてきた。あ、くっついちゃった。お豆腐にはもう火が通っているので、お野菜に火が通ったかなっていうところで先ほどのバーベキューソースを塗っていきましょう。たっぷり塗って
裏側にも塗ってこんがりと焦げ色をつけていきます。いい感じに焼き色がついたら完成です。それでは試食してみたいと思います。お肉の部分食べてみたいと思います。どうかな。肉っぽい。余分な水分がなくなるので、なんかね、すごくお豆腐のトロトロ感がなくなっちゃって、繊維っぽくなるので、これがすごくね、肉の食感に似た感じになってくるんですね。バーベキューソース、オレンジの風味がすごい効いてて、ハワイアンな感じというか、トロっとしてて美味しいです。お肉のバーベキューの中にこんな感じでお豆腐を混ぜると、ビーガンの人もそうじゃない人も一緒に楽しめていいんじゃないかななんて思います。豆腐凍らせるとボロっとしやすいんですけど、四角く切っちゃうと見た目のお豆腐っぽさが出ちゃうので、私はちょっとこう崩した感じでするのが好きなんですよね。でも包丁で切った方が崩れにくいのかなっていうのは思います。なのでね、その辺はお好みで手で崩してもいいし、包丁で切ってもどちらでもいいと思います。崩れちゃった豆腐はこんな感じで炒め物に使うといいです。きのこと炒めてバーベキューソースで味付けをしたものです。氷豆腐でバーベキューぜひ楽しんでみてください。じゃあねー。最後に1個食べて。どうですか？柔らかいサタミみたい。肉と違ってあっさりしてるからいっぱい食べれるね。コメントありがとうございます。